皆さんこんにちは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。今日はですね、私が先に一度報じたことがあると思うんですが、北海道の寿都町におけるですね、核の再廃棄物、核廃棄物ですね、核燃料廃棄物の最終処分場建設の検討のための文献調査というものを寿都町、あともう一つ鴨江内という村もですね、受け入れることになったんですが、特にですね、住民がですね、賛成派というか容認派と反対派に分かれているね、この問題のあった寿都町について、お知らせしたことがあると思います。先般ですね、11月13日に、この問題についてこの文献調査を受け入れることについて、住民投票を行えという、そういうご意見がですね、住民の方から出てですね、合わせて議員からの提案があったと思うんですが、13日にですね、住民投票条例案というもの、およびですね、この住民投票を求める請願というもの、それぞれ、扱いとしては別個に、この寿都町の町議会で、審議され、結果としてですね、住民投票条例案は否決され、請願についても不採択という扱いになりました。でこの機会に、これ結果としてですね、寿都町はですね、町長が片岡さんという方ですけどもね、先に示されたように、2年間にわたる文献調査。文献調査っていうのは既存の資料をですね、調べることで新たにボーリング調査するとか、そういうことではございません。既存のいろんな、地殻に関する問題、地下埋設の形のですね、最終処分場を作るという前提ですのでね、その安全性や適否についてですね、調べるための調査に入るということです。合わせてこの文献調査について受け入れた自治体については、20億円のですね、交付金が出るということで、寿都町はですね、これは後で述べるですね、レポートでも述べているところなんですけど、非常に人口が減ってきてですね、町としての存続が将来ね、心配されるという問題もあるわけですね。こういうものについて、この20億を生かして今後どうするか、詳しいことはですね、後に述べていますので、そういうことになると思います。でこのですね、手続き、これはですね、原子力発電環境整備機構、略称ニューモと言いますが、ニューモがですね、この事業をやっていくんですけども、最終的には第一段階で、2年、その後数年、最終的にはですね、3段階でですね、詳細な調査、実地調査も含めてやっていくと。その間にですね、検討議論をですね、やりながら結論を出す。この検討議論をやる主体には、もちろんこの検査結果を受けてですね、調査結果を受けて、町民の皆さんもですね、町の代表を通じて、町長および町議会ですね、この議論をやっていくということになるわけですし、またこの内容については説明を住民に対して行っていくということになるわけです。まあ、そういうことで、従来ですね、例えばこの、もっと正確に言いますと、高レベル放射性廃棄物と言いますが、いわゆる核燃料の廃棄物の最終処分については、すでにフィンランド、スウェーデン、フランスにおいて、やはりそれぞれですね、地下埋設処分が事業として始まりつつありますけどね、その結論になるまでにね、30年ぐらいですね、それぞれ住民の議論も含めたですね、検討を踏まえて行われているわけです。この日本のね、やり方についても、これは2002年に法律ができているそうなんですが、これから20年かけて行うと、話し合いも行うということになっております。しかしですね、私はちょっと心配しているのは、この反対派の皆さんはですね、住民の方多くて、お話を聞くとですね、最もの話もあります。やっぱり皆さん努力して、ふるさとを守ってこられているわけですから、いろんな思い、例えば風評被害はどうするのとかね、そういう問題もあるわけですけれどもね、しかしね、この一旦ですね、この文献調査を受け入れたら、すべてですね、自動的にですね、最終処分場を受け入れる、20年かけて受け入れるというようなコースであるかのような宣伝がされていることは、私は気にかかりました。
それは法の条文見てもどこに見てもですね、そんなものはありません。むしろちゃんとですね、法律をですね、厳密に適用させることで、この結論的にはね、最終処分上受け入れないという結論もあり得るわけです。それは皆さんの方で正確に判断してね、単に国に対する不信感を煽るような形でね、議論をするというのは、あまり建設的ではないなという思いがありました。そして同時にですね、この問題についてはですね、北海道に条例があるわけですが、それに基づいてですね、鈴木知事が町長に説得に訪れるという、要するにこの文献調査を受け入れなというようなことを言いに来たんですけどもね、これは全くですね、実は法的な拘束力はありません。なぜかと言いますと、自治体の首長に上下がないっていうのが日本の基本法大会でありまして、町長であろうと知事であろうと、あるいはもっと極端に言いますと、総理大臣まで含めてですね、平等なんですね。住民代表という点では平等であり、北海道がこの条例に基づいて、何らかの拘束力を持ってですね、結論を覆させるようなことはできません。あくまで政治的なね、スローガン的なものに過ぎないというのが本当のところですね。それはスローガンとして出すのは政策的に意義ありますが、何らの罰則規定もありません。これはぜひですね、皆さん北海道庁のホームページにアクセスすれば簡単にこの北海道の、まあ、核に対するですね、まあ、脱核条例といいますか、そういうものにアクセスできますので、これについては確認していただきたいと思います。それからですね、その後の動き、報道を見ますとですね、この住民投票条例案が否決され、請願が不採択になる。いわば町民のですね、代表の町議会議員たちが集まったね、場で、民主主義的な手続きに沿ってこういうことが行われたことに対して、さらに町長リコール運動をやろうという声も上がっているかに聞いています。まあ、完全じゃないんですけどね、そういう声もあると聞いておりますが、私はちょっとこれについても疑問でして、これがふさわしいか。単にですね、ある意味、この町長リコール運動が起こるということで、愛知トリエンナーレについて、大村知事のリコール運動を起こされていたように、世間の世論のですね、注目を集めるという効果があるんでしょうが、こういうことを通じてですね、住民が落ち着いて話し合うことを促進するどころか、対立を煽って、かえってですね、地域分断をしていく。まあ、2900人しかいない自治体ですからね、今後の発展についてどうしていくか、非常にですね、通常の自治体より深刻な問題があるわけです。住民が払う税金だけではできない。じゃあどうやって事業で稼ぐのか。そういうことも踏まえてですね、この間、この寿都町は運営されてきて、風力発電の利用等を通じて大きくですね、財政をそれに依存するということもありますが、これがですね、法体系の中で、まあ、買取価格が下がっていく見通しの中で、新たな対応をしなければ、今のような状態の鈴津町の、まあ、良好な行政は維持できないという方向が明らかであり、そういう現実をきちんと踏まえてですね、こういう結論が出ているにもかかわらず、単に町長はけしからんからということでリコール運動に移るというのは、手段としてはあってもですね、これが地域にとって利益になるかどうか、私は甚だ全国のケースを見ても疑問に思っております。まあ、これは住民の方が決めることですから、今後も認めていきたいと思いますし、私が見つめるのは、全国でこういう問題をもっともっと起きてくると思うんですね。その時にやっぱり、先に、手をつけたところの事例、議論に手をつけたということでありまして、事業に手をつけたとは私は思っておりませんけれども、どういうふうな経過になるかということは今後のね、全国の動向にも影響を与えます。そうした点で私は注目しております。その面で、この前置きなんですけどね、以前に現地取材したものを通じてですね、本当はすぐ飛んできたかったんですけどもね、現在流行り病の状況もあります。前に取材した内容をもう一度再編集して、この簡単な解説の後に、映像にまとめてお届けしますが、この前置きの最後に言いたいのはですね、この全般の動向を通じてね、非常に影響があるなと思ったのは、まず今問題になっている学術会議ですね。この団体がですね、2012年に出した声明が非常にですね、問題があると。何かというともう、のっけからですね、今の核燃料に対するですね、最終処分の方針のあり方、政府のあり方は間違っているということを提言し、というか声明してるんですね。これは国の機関なのにそういうことを言ったということで、最大限権威を利用されて、こういう反対の立場の人たちの論拠にされてるんですが、それが単純に寿都町に当てはまるのかどうか、
あるいはこの手続きですね、文献調査から最終的に議論していく20年をかけていくやり方について当てはまるのかどうかというのは別の話であります。ましてですね、この間明らかになっているように学術会議というのはですね、一部の人々、特にですね、私この声明を見て感じたのは、何らですね、この原子力問題の専門家といえる人がですね、有効な意見を述べているわけではありません。どちらかというと文系のですね、理系ではない先生方が多数で政治的に決めたという面が大きい声明であります。こういうもので、厳密にですね、科学的根拠に基づいて判断しなければならない施策について、影響を受けるというのはどうかなと思いますし、それともう一つですね、私はね、自ら職業的に働いていた党のあり方として、日本共産党というのは説明責任があるということをこの町に伺って、いろんな方のお話を聞いて思いました。何かと言いますと、日本共産党は2011年より前、東日本震災、原発災害の前はですね、基本的には原子力の平和利用を推進する立場でありました。したがって、核兵器の開発につながるような原発システムのあり方というのには反対してたんでありますけれども、基本的には人間の技術的な到達を多くの人の幸福のために使うという点では原子力の利用は賛成ですし、そういう点で今脱原発的な態度を取っているかのようなですね、日本共産党のあり方というのは住民を混乱させているんじゃないかと思います。むしろですね、もしこのね政策を転換したというならば、なぜですね原子力開発の推進の立場から原子力否定の立場に変わったのか、十分な説明責任を特にこのようなスッツでね、反対運動にも関わっているようですからね、議員さんもお一人いらっしゃいます。きちんとですね説明する責任があるんではないか、推進の立場からその時の都合で変わって単に政局狙いでそういうことを変えるのかどうか、科学的根拠に基づいているのかどうか、かつては科学的な根拠に基づいてですね原子力の安全問題については国会でもよく追及していたと思います。まあ、そういう点では日本共産党はこの反対運動というものを通じてこの寿都町にいろいろですね関わってきていますので、これはきちっとした説明をする必要があると思います。合わせてですね、最終的にはですね、私言いたいのはですね、これはもう中でも言ってると思いますがね、それにしてもですね、この文献調査の受け入れについて、NUMO、原子力発電環境整備機構、および経産省の説明というのは、はなはだ分かりにくい、住民にとってはね、分かりにくい資料で、くどくどと説明されたものでした。今までの悪弊でですね、説明していない部分があるからということで、後で追及されるということを恐れたのかもしれませんが、何よりも住民が正しく判断し、自らの判断で、この成否を決められるような、そういうですね、まして皆さん働いてらっしゃるわけですからね、その専門家ではございません。わかるように説明するという努力がもっともっと必要なんじゃないか。これはですね、仮に文献調査を受け入れたにしてもですね、その過程で、しばしばですね、問われる問題になると考えております。まあ、そうした点でぜひこれから再編集してお届けする番組をですね、皆さんが、また全国の皆さんもですね、検討の材料にしていただければと思っております。どうぞよろしくお願いします。先般ですね、私は北海道の寿都町に、この原発のですね、燃料の核廃棄物、高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定のための調査にあたり、文献調査というものを寿都町が受け入れるという話を聞きまして、この寿都町に取材に行ってまいりました。
この問題についてはですね、住民の中にも賛成、反対、両論がありまして、まあ、町長の受け入れ、あと議会のですね、その承認の方向についてですね、様々な議論が行われているところです。私が懸念するのは、これにですね、外部から例えば脱原発を唱えた政治的な団体とか運動団体が介入をしてですね、まあいろいろ知恵を貸すのはいいと思うんですけども、住民のまあ生活の場を踏み荒らしてですね、地域は本当に小さな地域ですから、分断されて、街づくりに禍根を残す、こういうことになることを大変懸念しております。しかし、やはり賛否があるのは事実ですから、それが事実と、そして将来にわたるですね、寿都町の発展、発展というか今発展という方向じゃないんだと思いますが、この方向についてのコンセンサス、合意が得られる中で、この問題が解決されていくことを願っています。その上でですね、今核廃棄物の最終処分、わかりやすく言えばですね、地層処分というもので、およそ地下300メートル以上ですね、の下の安定地層の中に、この放射性を帯びたですね、高レベルの廃棄物については、地方に及ばない範囲で、長期の保管、数百年あるいは1万年規模のですね、保管をしながら、無害化を図る、まあ、放射性元素のですね、半減期になると思うんですけどね。そういう形で、埋設処分をしていくということを前提に、それの適地として、寿都町周辺が向いているかどうかを、新たに調査をするんではなくて、過去のいろんなデータですね、地質データ、その他のデータについて、まとめて調査をするということが、手続き上決められています。この調査を受け入れますと、この受け入れ自体が、最終処分場をこの土地に受け入れることにはなりませんが、とりあえずですね、20億円のですね、まあ、補助金が出されるということもあり、この寿都町においてはですね、人口が大変急減しておりまして、現在2900人の町なんですが、しかし大変な努力をですね、町民の皆さんはされておりまして、町民ともにですね、努力した結果ですね、今、町政はですね、予算規模で60億円程度のですね、まあ、2900人の自治体としては破格の予算規模で運営され、公共施設、その他ですね、漁港の施設についても非常に良好に建設され、また整備、維持されているところです。これはですね、企業会計として、風力発電をですね、大々的に取り入れて、北海道電力にこの売電を行うということで賄われているわけなんですね。ところが、まあ、近々ですね、この売電の価格も、徐々にですね、もう将来的にわたって落ちてくることが分かってますので、この町としては新たなね、財源の獲得もしなきゃなりませんし、現状でも止まらないですね、人口の減少、これを食い止めるためにはですね、外部からの労働力の流入、まあそういう、まあ、一種ですね、先回りした話になりますとね、こういうですね、核廃棄物をですね、受け入れて地下に入れる、そしてきちんと管理していくという、まあ、施設ができればですね、それ自体が雇用のね、拡大にもなるという問題はあります。まあそういうことも見据えた上でですね、当面、この20億円を受けることでですね、新たな風力発電の、まあ、建築の検討であるとか、様々な施策の検討に一歩を踏み出せる。というのはですね、この風力発電以外ですね、税収上はこの人口では増加は見込めないんですね。こういう町であるという特性を持っていて、まさに今非常にですね、自然条件も、あるいはですね、漁業の基地としても良好な条件にあり、働いている方々は非常にですね、生き生き働いてですね、所得も得てるんですけれども、この生活を維持するためには、新たな変革が必要だという地域であるという、そこが苦悩の内容になっております。したがってですね、この文献調査というものを受け入れること、これが将来の最終処分場受け入れにもつながるんじゃないかという可能性は出てくるんですが、これについて賛成あるいは反対、町内でする方々、双方ともですね、町の未来を考えて、
それぞれのご意見をお持ちだということは、賛否両論を私は聞いてきて痛感したところであります。こうした際にですね、重要になるのはこういう問題はこれから全国的に起こっていきます。この寿都町はですね、隣接した町にですね、泊原発という原発があって、今稼働はしておりませんけれども、安全性が可能、再確認されれば再稼働という手続きに入っていくと思います。またその隣にはですね、鴨江内という村があります。やはり過疎に苦しんでいる村ですが、ここもですね、この高レベル放射性廃棄物の最終処分場をですね、立地適否のための文献調査の受け入れを検討しているところです。このように、およそですね、現在の見通しではね、10以内の自治体が、この最終処分場をですね、適否を考えるためのですね、文献調査の受け入れを検討していると言われています。そうしますと、これは全国的な問題になってくるわけですね。その時私考えたんですが、一番の責任、この文献調査を受け入れるということについてですね、誰が責任があるのかということなんですが、それは客観的科学的事実とデータをですね、しっかり提供し分かりやすく説明するという責任が国や機構にあると思います。経済産業省資源エネルギー庁がこの問題を国では担当しておりますし、またですね、この文献調査についての実施説明についてはですね、原子力発電環境整備機構NUMOと言います。このですね、機構がですね、責任を負っております。しかしですね、こういう団体およびですね、政府が繰り返し説明はしてるんですけども、なかなかコンセンサス全体で得られていないという問題があります。もう一つの問題として言いますとですね、これはですね、実はこれ原発反対の全国の運動が作っているですね、特定非営利活動法人原子力資料情報室、これはですね、ありていに言いますと共産党系の方や社民党系の方が協力して、作っている機構でありまして、幹事にはですね、福島みずほさんのパートナーである海斗弁護士も入っているという、まあ、それだけで性格がわかる団体ですが、これは実にですね、わかりやすくですね、いろんな諸問題ですね、埋め立て処分のこの評価は別にしてね、こういう仕組みで、埋め立てになるんだと、原発から発生して燃料採取から発生して原発で使って、どのようにね、低レベルのはどちらに行って、高レベルはこうやって地下300メートルに行く、こういう非常に分かりやすいですね、データをですね、次々にね、出してる。まあはっきり言えばですね、分かってもらうということをね、重点にですね、資料を作ってるわけなんです。まあ結論的にはね、私は、都合の悪いことはちょっと伏せてるなっていう思いはありますが、しかし分かりやすさという点では非常に優れたものだと思います。一方ですね、先ほど申した文献調査について説明している、このNUMO原子力発電環境整備機構の資料は、まあこうなるわけですよね。活字中心で、いかにもお役所的なですね、これをですね、説明会に出た住民の方がですね、お仕事を終えた後来て話を聞きながら見てもですね、これ大学の授業よりも難しい話になりますよね。先ほどのような分かりやすい図解はありません。そしてですね、経産省に至ってはもっとこう分かりやすいように作ってるつもりなんでしょうけれども、まあ煩雑ですよね。いい資料ではあります。例えば反対派の皆さんが言うように、まだ世界でこう決まってないというような話が、実はいくつかの国できちんとですね、検討されていて、しかももう実現が決まっているフィンランド、スウェーデン、フランスのケースも説明されています。これは原発のある国はみんな検討してるんですね。まあこういう資料なんですが、これはですね、いかにもですね、これページで言うとですね、34ページもあるんですよ。こういうパワーポイントというもので作ってるんですけどね。これをですね、よっぽど専門的な興味がない限りは、住民が目を通すというわけにはいかないと思うんですね。もう一度こう見ますとね、これだとですね、ページ数で言うとですね、11ページなんですが、細かいことも書いてあります。付録でですね、こう解説が書いてあって、絵を追ってさらに知りたいことはこっちのね、補足解説を項目によって読むというね、
なかなか分かりやすい構成になっております。何よりもイラストがですね、一番イメージが出やすいものをね、きちんと描いている。このようなイラストは先ほどの入門のものにも経産省のものにもありません。まあ、こういう形で見ますとね、やはりね、住民の不安解消っていう点ではね、本来は分かりやすい説明が必要なんですが、説明すべきね、国機構がですね、きちんと分かりやすい資料を作っているのかという点では、私は大変に問題があると考えます。したがってですね、まあこれ参政党がですね、将来、あるいはまあ地方議員も生まれていますので、その地方地方の問題にもなります。これはですね、北海道のような人口が希薄な地域だけの問題ではなくて、本来はですね、安全ということが前提ですからね、地層処分というのは安全が前提ですから、人口が希薄でない地域であってもですね、コストを度外視すれば当然作ることが考えられることもあり得るわけです。もちろん人口が集中した土地領土が高いところではですね、土地の買収その他工事についてのですね、対策等で大変な経費がかかることは明らかでありますので、そこは問題ではありますけどもね、これは全国がかかる問題であると思います。そうした点で参政党としてはですね、やはりこうした問題が浮上した際は、国およびこの国に付随したですね、機構の責任において、客観的科学的事実、客観的で科学的な事実とデータに基づく議論を住民がやるためにしっかりとした情報提供を行う。これをまずですね、この文献調査の段階、文献調査の段階はあくまでこれは調査を受け入れていることであって、それ自体がデータが出てきてもそれイコール最終処分場の受け入れではないということを何度も国としては言明もしてますし、決めてもいますし、逆にですね、原発反対の方々の議論というのはですね、例えば別の資料もありますけれども、こういうことを言ってるわけですよね。不安を煽ってるわけです。これは良くないと思います。私、調査は途中で引き返せるのかと、引き返せないんじゃないかというような不安をですね、いろんなですね、大臣とかの言葉尻を捉えてやると。まあこれはこれで大事なんですけどね、大臣に信を問う必要があると思います。しかしながらですね、あくまで制度的にはですね、この文献調査を受け入れた、そしてこの調査結果が出た段階でまた50億円ということになっております。こういうものがですね、過疎に悩むですね、まあ地域の振興ですね、もう一度人口をね、底を出して、上昇曲線にして産業も振興して自前の税制でね、企業会計といういわば企業お金儲けをする、悪いことじゃないんですけども、この人口を増やしながら税収も増やすという本来の自治体のね、望ましいやり方に戻すようなためにこれを活用するっていうことは当然あってもいいと思います。そのために国はあるいは機構はですね、もっと分かりやすい説明をしようということが、参政党としてはですね、政策的な提言になると考えております。まあそういうことでですね、今後とも北海道寿都町の議論については私としては注目してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。